お待たせいたしました。北海道日本ハムファイターズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発は右の斉藤、対するスワローズの先発は左の村中、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。左の村中登板です。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは石、初球から打ってった、ヒット。石井、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。あっと、ショーフライになった、ファール。投球これから2球目、決まった、ストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げました。あっと、ショーフライになった、ファールグラウンド、ボールをつかみました。セカンド高浜優斗、投げました、インコース低め、空振り三振。左バッターボックスには森山、投げた、打ちました、大引き、ボールをつかんだ、アウト、スリーアウトチェンジ。ファーストランナー残塁。1回の裏が終わりまして、スワローズ同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは万波。第2球、投げた、インロー、ボール。投球は3球目、投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、外れた、ボール。次は5球目、ストレートはボール。第6球を投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。第6球を投げました、外角低め、空振り三振。2者連続三振になりました。左バッターボックスは7番白村。さあ、4球目打った、ファースト右、大村一塁、ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。村中三者凡退に抑えています。2回が終了しまして、0対0、両チーム。3回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の石川、胸元外れてフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。ボール。第6球を投げました、アウトロー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、打ちました、初球打ち、ライナーだ、ライト前ヒット、ボールは中継。石井、ナイスバッティングです。スワローズ先制のピンチを迎えます。見送ってボール。第2球、2球目空振り。第3球はアウトロー、空振り、タイミング合いません。次は4球目、投げました、ボール。投げました、変化球はアウトローへ、ボール。さあ、6球目打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。スワローズダブルプレーでピンチをしのいでいます。スワローズダブルプレーでピンチをしのぎます。ファイターズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番高浜。今日の第1打席はスイングアウト、打ちました、ファールボール。第5球投げた、ストライク、空振り三振。バッターは4番森山。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。これは引っ掛けた、大村、そのままベースに入ってツーアウト。右バッターボックスには万波。今日2度目のバッターボックス、打ちました、ファール。次は5球目、投げた、打った、ファールボール。投げた、変化球、空振り三振。村中、見事ファイターズ打線を抑え切りました。4回までが終了しまして、0対0、ファイターズ未だスコアボードは。5回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは姫野。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。次は6球目、投げた、変化球、外れてフォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。投げた、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、二塁フォースアウト、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、直球、空振り三振。バッターは9番黒羽。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、打ちました、宮本バックしていった、センター前ヒット。黒羽、いいバッティングを見せました。スワローズ先制のピンチを迎えます。ここまで2安打の石井。
第1球スラーバーストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ストレートはストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。三振、バットが空を切りました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。スワローズこの回ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。前半が終わりまして0対0、スワローズ。ファイターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターはヤチ、今日はファール打ちました、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番高浜、ここまで2打席連続三振。第3球はアウトロー、ボール投げました、危ない球、投げた、見逃しの三振。バッターは4番森山、今日はショートゴロとファーストゴロ、投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、1球外した、ボール、投げた、打ちました、三遊間の当たり、サードから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。村中三者凡退、無得点に抑えています。中盤まで終了しまして0対0、ファイターズ。スワローズ1点差で逃げ切りました。さて今日のヒーローは勝利投手の村中、本当に今日は大活躍でした。